それでは、レビットタスクの自動化、レビットアドインのデザインオートメーションフォーレビットパッケージへの変換方法についてご案内いたします。レビットアドインのバンドルパッケージの準備手順ということで、まずはですね、.NET の C シャープなどを使って、レビット API を呼び出していただいて、実装していただくレビットアドインをご用意いただく必要がございます。このセッションではですね、レビット API に関する細かい、使い方や仕組みなどはご紹介いたしませんけれども、レビットアドインをまずご用意いただく必要がございます。で、このアドインですけれども、もちろんローカルのレビットのデスクトップ製品でですね、動作確認をしていただく必要がございます。レビットのデスクトップ版で、きちんと動くことが確認取れましたら、デザインオートメーションブリッジ .dll を参照に追加いただきます。またこの時、レビット API UI.dll は参照を削除していただく必要がございます。この点に関しましては、後ほど詳しくご紹介いたします。最後にですね、レビットのアドインを開発する際には、インターフェースを実装していただいているかと思います。この時、インターフェースは iExternal Application、あるいは iExternal Command になるかと思いますが、こちらをですね、iExternal DB Application というものに変更していただくことになります。このようにですね、この手順にのっとって、まずレビットアドインを変換いただいて、アセンブリをビルドしていただくと。で、出力されたアセンブリをですね、今度はバンドルパッケージといったものを使って作成していただくことになります。下記のようにですね、こちらも後ほど詳しくご紹介しますけれども、指定のフォルダ構成のパッケージ構成でですね、ZIP ファイルに圧縮していただくことになります。レビットアドインをご用意いただく上でですね、ご留意いただきたい点ということで、レビット API は C シャープあるいは VB.NET で開発いただくことを推奨しておりますが、ここではですね、C シャープが一番メジャーですので、こちらの言語を使って開発することを、お勧めいたします。また、.NET フレームワークにつきましても、レビットのバージョンごとに対応しているフレームワークのバージョンも異なってきますので、こちらもビジュアルスタジオのバージョンと合わせてですね、対応するものをご利用いただく必要がございます。で、参照ライブラになりますけれども、先ほど申し上げました通り、レビット API.dll。これはレビットアドインの開発したご経験のある方はご存知かと思いますが、こちらの参照に使っていただくこともになりますし、もう一つ新たに追加していただくのがデザインオートメーションブリッジといったライブラリになります。で、先ほど少しご案内いたしましたけれども、デザインオートメーションではユーザーインタラクションはサポートされておりません。またですね、レビット UI の名前空間のクラスやメソッド、あるいはプロパティにもアクセスできないようにコードを修正していただく必要がございます。あるいはレビットの UI の名前空間だけではなくて、Windows の WPF ですとか、Windows フォームなどの UI ベースのライブラリーも、もしお使いの場合は、こちらを参照から外していただく必要がございます。最終的に最低限必要な名前空間といたしましては、レビットのアプリケーションサービスとデータベースの DB で、あとはもう一つデザインオートメーションフレームワークといったライブラリー、こちらの3つを使っていただくことになります。というわけで、今ご紹介したところを図示してみますと、こういった形になります。.NET フレームワークをベースとして、レビットの API はもちろん使いますけれども、デザインオートメーションブリッジといったライブラリー、あるいは他にもし、アドインの中で使うものがあれば、それ以外の、ライブラリーももちろん使うことができます。ただし、ユーザーインターフェースに関連する、ライブラリー、例えばレビット API UI.dll、あるいは、Windows Forms などの、ライブラリーなども、すべて参照から外していただく必要がございます。で、参照アセンブリを、からですね、インターフェース、 iExternal DB アプリケーションを実装していただくことになります。じゃあ、どのようにしてデザインオートメーションブリッジをインストールするかというと、NuGet のパッケージマネージャーで、下記のパッケージを、検索していただきまして、こちらを、インストールしていただくことになります。こちらはソースコードの一部ですけれども、 iExternal DB アプリケーション、こちらをまずインターフェースとして指定して、変更していただくことになります。
で、まあ、標準的な、メソッドがございます。オンスタートアップ、オンシャットダウン。こちらを実装していただきますけれども、オンスタートアップの中では、デザインオートメーションブリッジの持つ、デザインオートメーションレディイベントに対して、イベントハンドラーを登録する必要がございます。で、このイベントハンドラーの中でですね、実際にカスタム処理を実行することができるようになってきます。また、例えば、ポーチのアプリケーションから何らかのユーザーの入力したパラメータや属性値の値などを取得して、それをレビットアドインの中で使いたい場合、こちらはですね、レビットアドインの中では、JSON ファイルという形でパラメータを取得できるような仕組みになっております。赤枠で囲っている部分ですけれども、ファイル .readAllText paramsJSON ということで、ドット JSON 形式の JSON ファイルを、まあ、テキスト形式で読み込んで、JSON の、まあ、形式のデータをデシリアライズして、C シャープで使えるように、まあ、変換しています。また、レビットアドインの中で、例えば何らかの途中経過などの、途中経過などの文字列を、まあ、出力したいといった場合には、console.writeLine メソッドを呼び出せば、任意のタイミングで、このログの、レポートテキ、ドットテキストの中に、ログを出力することができるようになります。で、もう一つですね、レビットアドインのエラーハンドリングということで、通常、レビットアドインで発生するエラーというものは、トランザクションのコミット時、あるいはロールバック時に呼び出されますけれども、デザインオートメーションブリッジは、デフォルトでこのエラーハンドラーを搭載しておりまして、可能な限りですね、警告を抑止して、エラーがある場合はその解決を、まあ、自動的に、試みようとします。で、解決できたらコミットするんですが、この、デフォルトの処理ですね、これらを例えば、自分のカスタム処理に置き換えたいといった場合には、その機構もご用意させていただいております。この部分に関しましては、詳しい内容は、ドキュメントのご参照いただきたいと思います。で、レビットアドイン開発時の制約事項ということで、最初に申し上げました通り、レビット UI の名前空間へのアクセスやアセンブリ参照というものはできません。Windows の WPF ですとか Forms にもアクセスできません。で、またですね、複雑なセッション管理、こういったものも想定されておりません。あくまでもバッチ処理なものを、のようなものをイメージしていただきたいと思います。あるいはですね、アドインの中から、例えばインターネットのどこかにアクセスして、例えば情報にアクセスしたいといったこともあるかと思いますが、それに関しましても制約がございます。後ほどですね、一つサポートされた、アクセス方法をご案内することができます。もちろんですね、ユーザーとのインタラクションが発生する処理、こういったものはサポートされておりませんので、例えば、レビットのデスクトップ版にあるような、こういった画面をウェブブラウザの中で表示するといった、そういったことはできないということをご理解いただきたいと思います。アドインの実装ができましたら、最終的には、レビットアドインの開発者が、まあ、ご存知かと思いますけれども、アドインマニフェストファイルといったものを、まあ、作って、ロードする仕組み、自動ローダーに関する仕組みを、ご利用いただくことになります。この時ですね、アドインのタイプは、これまではコマンドなど、アプリケーションなどだったと思いますけれども、こちらをですね、DB アプリケーションに変更いただくということになります。で、バンドルパッケージの作成ということで、アップバンドルに登録するファイルといったものは、先ほど申し上げました、アドインマニフェストファイルと、あと、ビルドしたアセンブリファイルを指定のフォルダ構成で格納して、ZIP 形式で圧縮したパッケージファイルということになります。で、またその際にですね、パッケージコンテンツ .xml といったファイルを同梱していただきます。この時、このアドインが、まあ、レビットのどういったバージョンに対応しているのか、あるいはこのアドインマニフェストファイルがどこにあるのかといったものをまあ指定して、書くのがこのパッケージコンテンツ .xml になります。はい。このようにですね、パッケージファイルをまあ ZIP 圧縮して、最終的にはデザインオートメーションで実行できるように変換することになります。
次のセッションではサンプルアプリケーションを使って、そのワークフローをですね、ご確認いただきたいと思います。